グリーンのユニフォームホームのバンラーレ八戸、一方白と紺のユニフォームアウェーギラバンツ北九州。緑のユニフォーム八戸のキックオフでゲームが始まりました。右から左に攻めるホーム八戸、差し並み、したがってこう単純なクロスですとなかなか難しいかもしれませんが、シュートを打っていった、小牧のシュートでした。中村太一、中村太一から谷尾へ、セカンドボール谷尾持って、サンダは打てるか、サンダのシュート、枠を越えました。国部へ、国部からパスが通る、町野後ろからシュート、高橋押し込んだ、池本先制ゴールは北九州38分、町野そして高橋、最後は池本でした。プレーです。ここでまず町野スルーして、そして高橋大吾、最後は池本が冷静に押し込みました。ここでスルー、後ろを見ながら高橋大吾のシュート、キーパー弾いたところに、さあもう一度チャンスになる、高橋大吾、高橋大吾浮かせる、決まる、追加点北九州、高橋大吾北九州デビュー戦にしてゴールを挙げました。キーパーとゴールの位置を見ながら冷静にシュートを決めてみせました高橋大吾。上方、そしてもう一度新山、外に出した、国分のグラウンダーのクロス、シュート、キーパー腕一本、ファインセーブ出ました。中村太一のシュートでしたが、北九州前で北川が走る、北川受ける、シュート、3点目、途中投入された北川、北川シュートの差し並み、ヘディング、キーパー正面でした。試合終了、北九州